先生、私たち選手一同は試合終了のホイッスルが鳴るまで諦めず一生懸命ボールを追うことを誓います。平成27年2月28日藤木サッカースポーツ少年団佐村優衣。この先に出会うどんな友とも分かち合えない秘密を共にした。それなのにただった一言のごめんねだけやけに遠くて言えなかったり、明日も会うのになぜか僕らは眠い目こすり夜通しバカ話。案の定机並べて居眠りして怒られてるのに笑えてきて、理屈に合わないことをどれだけやれるかが青春だと、でもどこかで僕ら答えがあるといいばかりを教わってきたよ。そのせいだろうか僕たちが知りたかったのはいつも正解などまだ銀河にもない。一番大切な君と仲直りの仕方、大好きなあの子の心の振り向かせ方、何一つ見えない僕らの未来だから、答えがすでにある問いなんかに明日からは僕だけ。
大好きだよ。元気でね。